です、今回はこちらのマウンテンパーカーの生写真の方を開封していこうと思います。で、今回のマウンテンパーカーから、4期生の方が入ってるので、自分が購入した生写真では、で、表紙だけでも今出てるんですけど、松尾ちゃんと黒見はるかちゃんが出てくれてますので、この新4期生がね何枚入ってくるのかも楽しみです。今回はで、あと、このマウンテンパーカーとエクリュから封入パターンの方も変わるっていうことなので、で、ちらっと表を見たんですけど、田村真由ちゃん、推し名の田村真由ちゃんが B 面に上がっていたので、ちょっとトレーの方が難しくなるなと思いながら封入パターンの表を見てました。で、そちらの表の方がこちらの方へ出しておきます。こんな感じです。でね、新4期生が D 面にボーンってみんな入ってますね。で、とりあえず今回のマウンテンパーカーは10パック買ってきました。一応表紙の方を紹介しておきますね。さっきも見せましたけど、1枚目、1パック目が松尾ちゃん、2パック目が黒美ちゃん、3パック目がマチュー。マチューもね、A 面にいたけど、ちょっとピンとか A 面にいたけど B 面に落ちちゃいましたね。で、4パック目がザキさんです。レナチーで、5パック目がデンちゃん、6パック目があやめちゃんで、6パック目7、8、9、10が、やんちゃんとゆりちゃんで、ここで表紙でセミコンになりました。やんちゃんと北川ゆりちゃんが表紙でセミコンです。表紙はこんな感じですね。で、僕の推しの方はちなみに、斉藤飛鳥、与田祐希、田村真由ちゃんのこの3人が推し面です。それでは早速開封していきます。はい、それでは1パック目のは松尾ちゃんパックから開封していきたいと思います。松尾ちゃんパック、1パック目が、松尾ちゃんの、引きですね。松尾ちゃんの引き。2枚目がランゼのより。3枚目が桃子だ、桃子の10。4枚目がドン、ゆなちゃんだ、ゆなちゃんの10、ゆなちゃんの10で、5枚目がドン、アスカさんじゃん、アスカさんの10じゃん、嬉しい、やった、1パック目からアスカさん行くじゃん、めっちゃ嬉しい、アスカさんの10だ、いいね、幸先いいな、すごい可愛い。で、2パック目が、クロミちゃんパックから引いていきます。で、1枚目がクロミちゃんの10です。で、2枚目がトン、ミリアちゃんじゃん、ミリアちゃんの10です。で、3枚目がドン、あやめちゃんだ、あやめちゃんの引きです。で、3枚目がドン、ちまだ、ちまの10です。結構ピントが合わないな、ちまの引きで、ラスト5枚目がドン、梅だ、梅ちゃんの寄りです。次、3枚目の方はこちらのマチュパックから開封していきます。
枚目が松の引きです。で、2枚目がドン。お、早川ちゃんだ。早川ちゃんの寄りです。で、3枚目がドン。お、松尾ちゃんだ。新四木ちゃん。松尾ちゃんの寄りです。で、4枚目がドン。お、あやてぃだ。あやてぃの引きです。で、5枚目がドン。え、待って。え、アスカさんじゃん。え、アスカの引きです。お、これで、アスカがセミコンになりました。めっちゃ嬉しい。最近めちゃくちゃね、アスカが出てきてくれるからね、めっちゃ嬉しい。早くもセミコンじゃん。すごい。めっちゃ嬉しい。それに、今月僕は誕生日なんですよ。誕生日月だからめちゃくちゃ嬉しい。で、誕生日月だから7月の月間かランダムかどっちか忘れたんですけど、浴衣の生写真が出るじゃないですか。で、それで20パック買っちゃいました。誕生日だから、誕生日やし浴衣だから20パック買っちゃったんですよね。アスカコンプできるといいけど。で、次がデナッチのパックから開封していきます。で、1枚目がレナッチの引きです。結構今回ちょっと写真にピントが合わないので見づらかったらごめんなさい。2枚目がトン。お、マーヤだ。マーヤの寄りです。で、3枚目がドン。お、桃子だ。桃子の中です。で、4枚目がドン。お、メリアだ。メリアの中です。で、ラスト5枚目、誰かな。お、NP だ。 NP の引きです。次5パック目がデンちゃんパックから開封していきます。1枚目がデンちゃんの中です。で、2枚目がユミキちゃんだ。新四期のユミキちゃんの引きです。で、3枚目がドン。お、クボシだ。クボシの寄りですね。今日は今日撮影してる日がね、ちょうどクボシのね誕生日なのでね、めっちゃめでたい。19歳おめでとう。で、4枚目がドン。お、レノちゃんだ。レノちゃんの引きです。で、ラスト5枚目がドン。アスカちゃんじゃん。待って、地引きコンプじゃん。いいの、アスカさん、いいの。地引きコンプです、アスカ。え、めっちゃ嬉しい。やった、コンプじゃん。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。やった、地引きコンプじゃん。やばいよ、めっちゃ可愛いし、やばい、最高の誕生日プレゼントだ。この後ね、エクリューの方もちょっと開封しようかなと思ってるんですけど、エクリューの方も期待できる。で、次があやめちゃんパック開封していきます。で、1枚目があやめちゃんの引きです。で、2枚目の方がドン。お、ランゼだ。ランゼの中です。で、3枚目がドン。お、マーヤだ。マーヤの寄りですね。で、4枚目がドン。あ、レノちゃんだ。レノちゃんの寄りですね。で、ラスト誰かな、ドン。お、ミオナだ。ミオナの引きですね。ミオナの引き。次が北川ちゃんのパック開封しちゃおうかな。で、1枚目が
ゆりちゃんの引きですね。で2枚目がドン。お、クロミちゃんだ。クロミちゃんの中立新4期生で3枚目がドン。お、さーちゃんだ。さーちゃんの引きですね。さーちゃんの引きで4枚目がドン。お、セイラちゃんの中です。でラスト5枚目がドン。お、ミオナだ。ミオナの引きです。これはダブリだ。で、次が、北が、ゆりちゃんの中、よりか、よりから開封していきます。で1枚目がゆりちゃんのよりです。で、2枚目がドン。お、ゆみきちゃんだ。ゆみきちゃんの中ですね。で3枚目がドン。お、くぼしだ。くぼしの中です。で4枚目がドン。ミリアだ。ミリアの中です。でラスト5枚目がドン。お、ズッキーじゃん。ズッキーの引きです。いいね。え、待って、このズッキーは髪切る前ですね。まだ個人的にはね、ロングの方が好きなんですけど、やっぱりショートもね可愛いなとは思う。で、次がヤンちゃんの引きのパックから開封していきます。で1枚目がヤンちゃんの引きです。で2枚目がドン。お、林ルナちゃんだ。の引きですね。で2枚目がドン。お、桃子だ。桃子の寄りです。で4枚目かな。4枚目が、お、葉月だ。葉月の寄りです。でラスト5枚目がお、ズッキーじゃん。ズッキーの寄りです。ズッキーもセミコンですね。とマウンテンパーカーもラストの10パック目ヤンちゃんパック開封していきます。あとのね、ヨダちゃんとマユタンを引きたいな。1枚でいいから。で最初がヤンちゃんの寄りです。で2枚目がお、クロミちゃんだ。クロミちゃんの寄りですね。やっぱり新4期生が多いかな。で3枚目がドン。お、タマちゃんじゃん。タマちゃんの中です。 で4枚目がドン。お、ハズキだ。ハズキの中ですね。でラスト、本当にラスト1枚。最後は誰かな。ドン。お、梅ちゃんじゃん。梅ちゃんの中です。はい、でということで、マウンテンパーカーの10パックの方を開封してきました。でやっぱりなんかな、新4期生がね入ってる分、結構新4期が多く出たような感じがする。でなんといってもね、推しメンのアスカさんをね地引きコンプすることができたので、めちゃくちゃ嬉しかったです。次開封する、次の動画になるのかな。でエクリューの開封動画出すんですけど、そっちの方もね期待できるな。はい、それでは今回の動画を見てどれできるよっていう方がいらっしゃいましたら、よかったらコメントやツイッターなどでどれの方をよろしくお願いします。あとチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。